ヒョードル・ユワノビッチ・シャリャピン1938年4月12日は20世紀前半に活躍したロシア出身のオペラ歌手である。力に満ち溢れ、柔らかな美声とともに舞台人としての精神、心理的描写に卓越した表現法で歌う俳優とも呼ばれた。シャリャピンはオペラの歴史において偉大な名手の一人と目され、 オペラにおける自然な演技の伝統的様式を洗練させたとみなされる。1873年2月13日、ロシア帝国の火山に生まれる。父親は小役人であり、少年期になると、靴屋の土手や旋番工、筆工などとして働いていた。17歳で地方の消化劇団の合唱員として歌い始め、徐々に役を獲得していった。 1892年から1893年にかけて、トビリ市で初めて専門的に声楽を学ぶ。以後、オペラ歌手として本格的に活動を開始し、1894年からサンクトペテルブルクの提出マリーンスキー劇場に所属した。さらにモスクワに移り、マモントフ市立歌劇場、ついで1899年に、 ボリショイ劇場に招かれる。マモントフオペラでは、セルゲイラ・フマニノフと出会い、生涯の友情を結んだ。ボリショイでは、1914年まで定期的に出演し、代表的なロシアオペラの主役を次々に演じ、時代を代表するバスカュとしての地位を、不動のものとした。1901年から外国公演を開始し、1901年と1904年に、 ミラノスカラザに出演した。1901年公演では、トスカニーニ式の元ボイトのメフィスト・フェレに出演。1907年から1908年、ニューヨークメトロポリタン歌劇場に出演する。この時のメトロポリタンでの評判は、今一つであったが、後に1921年に公演した際は、大成功を収めた。ディア・ギレ・フラによって、 1907年、1908年、1909年、1912年、パリに、そして1913年、ロンドンに招かれ、リサイタルを行って、人気を博した。そこでは、ロシアミニオーも多く歌った。また、この間、ボリス・ゴデノフの主役を演じ、その名声を確立した。1917年、ロシア革命が勃発すると、当初シャリャピンは、 その世界的名声からソビエト政権によって偉大な芸術家として処遇された。しかし、シャリャピン自身は反素的ではないと言明していたにもかかわらず、ソビエト政権への不動意を理由に不遇を囲つようになり、1921年祖国から亡命することを余儀なくされた。以後、パリに住み、世界各地で講演を行う。1933年、 映画、ドンキホーテに主演。法日時の様子日本には1936年に訪れ、東京、名古屋、大阪で公演した。日本公演は、死の2年前であったが、公演を重ねるにつれ次第に調子を上げ、クラシックファンはもちろん、多くの大衆を巻き込んだ一大センセーションを巻き起こした。1938年4月12日パリで死去。 六十三歳没。十七区のバチによる墓地に埋葬されたが、九百八十四年に、モスクワ市内のノボデビチ墓地に改装された。ボリス・ゴドゥノフを演ずるシャリアピン。クストーディエフによる、肖像画。シャリアピンの最も有名な役柄は、ボリス・ゴドゥノフの主役であるが、リムスキー・コルサコフの、イワン・ライテイ、グノーの、ファウストのメフィストフェレス役、マスネの、 ドンキショットなども有名である。また、ムソルグスキーのボリス・ゴドゥノフ、グリーンカの皇帝に捧げたいのうち、ボロディンのイーゴリコー、リムスキー・コルサコフの皇帝の花嫁などのロシアオペラの各作品は、シャリャピンの公演により、諸外国に知名度を拡大することとなった。シャリャピンは、ノミの歌、ボルガの船引き歌などの作品のレコーディングにも取り組み、 現在200以上の作品が残存している。次の2点他の役所がある。現著の発刊は、私の老いたちが1926年、飲みの歌が1932年で、後者は、ゴーリキーの協力で刊行した。1936年の日本滞在中、シャリャピンは、歯の状態に悩んでいた。宿泊先の帝国ホテルのレストラン、 ニューグリルの料理長であった、筒井福男は、シャリアピンの要望に応えるため柔らかいステーキを作る、調理法を考案した。肉を叩いて、薄く伸ばし、それを玉ねぎに漬け込んで、柔らかくして焼き上げ、さらにみじん切りの炒め玉ねぎをかけて供した。シャリアピンはそれを気に入ったとされている。帝国ホテルは、その料理を、シャリアピンの名前から、シャリアピンステーキと名付けた。 小惑星シャリアーピンは、シャリアーピンの名前にちなんで命名された。ジェアンネンコフ、同時代人の肖像上現代視聴者、1971年、P31。シャリアーピンイコール1 9 5 2 d z 2イコール 1954SM イコール 1973FF1 イコール 1978DB イコール 1980RP1。 MPC2021 年9月28日閲覧ありがとうございます。